こんにちは、店長の岡部です。8月に入りまして、店頭はですね、もう夏のセールが終わって、徐々に今から秋物の入荷が増えてきます。で、まあそうは言っても8月ってやっぱり1年通して一番暑いシーズンでもあるので、まあそんなにこうピンとこないと思うんですよね、秋物紹介されたとして。なので今回は8月にですね、どんな服を着ていけばいいのか、8月にまあ買うべきもの、まあ、買っといて損をしないものを中心にご紹介していこうかなと思います。で、基本的に8月ってやっぱもうすごく中途半端な季節なので、まあ夏物買うにはもう遅いですし、だからといって秋物買うにはちょっと早いよねと、そういうタイミングなので、まあ業界としてもですね、もう一番こう売り上げがこう伸び悩む時期でもあります。で、今回は今から買うべき長袖のアイテムを少しご紹介していくんですけれども、特に8月に関して短パンに合わせれるものですね、8月のファッションとしてもすごく使い回しが効いて、9月10月になればインナーとしてですね、使い回しの効く商品といったものを中心にご紹介できればなと思います。まずはですね、7月までの夏ファッションと8月からの晩夏初秋ファッション、ここをどうこうアレンジしていけばいいのか、暑いシーズンでも使える、でもちょっとこう季節を先取りしつつおしゃれを楽しむっていう方法ですね、今回のおすすめアイテムを使いながらご紹介していきます。それでは行ってみましょう。まずベースはですね、チャンピオンのベーシックな T シャツに、グラミチのショートパンツです。定番王道のコーディネートですね。で、足元は、8月に入ったんでちょっとサンダルをやめて秋を意識してスニーカーに変えてます。で、色は黒です。白だとちょっと軽くなりすぎるかなと思うんで、黒をチョイスしております。これがまあベースになります。7月まではこんな感じでも良かったんですけど、今からはですね、これだとちょっと、雰囲気が夏っぽすぎるんで、これにワンポイント、ここにある商品を組み合わせて、晩夏初秋を意識したコーディネートにしていきます。それではまず1つ目ですね、こちらのシャンブレーシャツから合わせていきたいと思います。オアスローですね、ブランドはオアスローのもう毎年定番で出てるこうシンプルなシャンブレーシャツなんですけれども、よりこうヴィンテージな作りを意識したこう作り込みのしっかりしたシャツになりますね。僕は通常オアスローだとサイズ1っていうサイズですね、 S を選ぶんですけれども、今回ちょっとトレンド意識してワンサイズ上げてます。サイズ2をチョイスしました。ちょっと着ていってみましょう。着方のポイントとしては、もうシャツは前を留めずに開けて羽織るだけにします。留めてしまうとちょっとカッチリしすぎて重たい印象になるので、8月のコーディネートとしては若干こう重ためになっちゃいます。なので前を開けてちょっと軽やかにこう涼しげな雰囲気を出すためにインナーをちょっと見せていきます。まあ、そのために中にちょっと今プリントの T シャツをチョイスしたんですけれども、開けてきた時にワンポイントになるようにですね、少しこうロゴのあるものとかを入れてもいいと思います。で、袖なんですけれども、まあ日よけを意識するならこのまま着ていってもいいです。で、ちょっと暑いなと思ったら、まあ、基本袖をちょっと2折りぐらい曲げてですね、こんな感じで着ると、まあ、いい感じにこうスチーム袖っぽく着こなすことができて、はいですね、8月の猛暑の日でもちょっと涼しく着ることができます。オアスローのシャンブレシャツは生地感もすごく軽いので、まあ、1枚羽織るぐらいだったらそんなに暑くもないです。特に車と室内の移動だけの日とかですね、冷房よけとかにもなったりするんで、1枚持っとくと非常に便利ですね。こうやって半袖短パンだけのスタイルに比べると一気に大人っぽさが出るというか、落ち着いた雰囲気が出せて非常におすすめの1枚です。シャンブレーシャツはデニムほど雰囲気が重くならずに、涼しげな印象を与えれるカラーなので、この明るいブルーがですね、こう昔からある定番アイテムの一つなんですけど、最近改めてこう注目されている商品でもあります。
で、さまざまなメーカーさんからいろんなシルエットとか出てますんで、まあ、この辺は体型に合ったものをチョイスされるといいかなと思います。このワスローのシャツに関してはあんまりこうトレンドしてないんで、そんなにダボっとしたシルエットでもないですし、だからちょっとゆったり着たい方はこんな感じでワンサイズサイズアップされるといいと思います。あとはまあシワ感がついてるんで、このワスローのシャツだとですね、あの洗濯の際にアイロンがけしなくていいっていうすごくメリットがあります。こんな感じです。はい、それでは2つ目ですね。2つ目はジャックマンから、これまたまあ定番、ジャックマンの定番アイテムではあるんですけど、黒のロンティーでグレースコットンっていうちょっと光沢感のある つるっとした生地感が特徴の上品なロンティーです。で、少しこうルーズシルエットというかリラックスフィットぐらいの程よいゆとり感のあるロンティーをチョイスしました。で、色は黒ですね。まあ、この辺はちょっと秋を意識してカラーは黒をチョイスしてみました。それでは実際に着用してみます。はい、着てみました。いかがでしょうか。まあ、この短パンはこうベーシックなベージュカラーを選んでるんですけど、もう他を全部黒で統一してる感じのコーディネートですね。これがまあ春だったら上のカラーを白とかちょっと明るい色に変えるんですけれども、まあ、今からの季節を意識して、まあ、黒で統一した感じもいいかなと思います。ちょっと秋っぽいイメージ出ますよね。で、この程よいリラックス感、これが非常に重要ですね。今からはここでタイトなシルエット選んじゃうと、もうほんとなんか肌着みたいになっちゃうんで、まあ、1枚でおしゃれに見せるにはこういうリラックス感が非常に重要になってきます。ジャックマンのグレースコットンは非常に肌触りがいいのでサラッとしてます。だからまあ今からの、まだ暑い残暑の厳しい季節でもすごく快適に着ることができますので、まあ、ロンティーを選ぶ際にも非常におすすめの1枚ですね。で、裾にこうドローコードついてて、ここでちょっと絞り入れれたりもするんで、少しこうシルエットのアレンジとかも楽しめます。少しこう絞り入れてもおしゃれかなと思います。肩はちょっと落ちたようなドロップショルダーですね。で、インナーに関してですけど、まあ、なるだけ薄手のカットソー系肌着に1枚入れて、ちょっとそっちに汗を吸わせるみたいなイメージで着ていただくといいかもですね。もちろん素肌にこれ1枚でもいいんですけど、こう秋をイメージしてるんでインナーは1枚挟むとより快適かなと思います。まあ見えないんで基本何着てもいいですけど、はい、こんな感じですね。まあ、ロンティー1枚選ぶにしても、その素材感だったりとかシルエットですね、そこ非常に重要になりますので、そこを意識してみてください。はい、それでは3つ目最後ですね。まあ王道中の王道、セントジェームスのバスクシャツです。で、特にボーダー柄、今季非常に人気が出てきてます。ちょっとボーダーを取り入れたコーディネートもしていこうかなと思います。未洗濯の新品の状態なので、縮む前の状態です。だから結構まあゆったりになるんですけれども、まあ、ちょっとその辺サイズ感のバランスだけ意識して見ていただければなと思います。それではちょっと着替えてみますね。はい、着替えてみました。まあ同じこう長袖のですねロンティーのジャンルではあるんですけれども、先ほどのですねジャックマンのきれいめの無地に比べて、まあ、程よいこうラフさも出つつ、ボーダーの柄がいいアクセントになってきます。で、ボーダーってやっぱこうマリン系をイメージさせるんで、長袖なんですけど重たくなりすぎないですよね。ちょっとまだ夏をイメージする8月に、まあ、長袖だけど全然違和感なく使えるアイテムです。特にセントジェームスとかも老舗のですね王道ブランドなんで、もうこれは持ってて絶対に損をしないアイテムの一つですね。で、カラーなんですけど、まあ、ちょっとアースカラー系を意識して、もうベージュに合わせてグリーン系のボーダーをチョイスしてますけど、この辺はもうお好みで選んでいただいていいと思います。で、実際にはここからちょっと洗濯で縮みが出ますんで、まあ、着丈とかはですねもうちょっと短くなると思います。身幅の感じとかあんま変わんないんで、こんな感じですね。全然サイズアップしても違和感ないですもんね。
まあ、トレンドっぽくちょっと着たい方にはセントジェームスもちょっとサイズアップしていくのをおすすめします。でこれからまあ秋が深まって9月とかになってきたらパンツを長いパンツに変えていってもらって、で上にこうアウターとかをですね羽織った時に、まあ、中のボーダーがいいアクセントにもなってきますので、これから長いシーズンですね重宝する1枚です。このグラミチにセントジェームスっていうのはですねかなり鉄板の組み合わせでおしゃれ感出しやすいんで、大人の男性には特にですね揃えておいてほしいコーディネートではあります。はい、こんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。今からですねこうバンカー初秋と、秋を意識してくると思うんですけれども、まあ、そんな中で今から買っといて損をしないアイテムを3つですねご紹介いたしました。1つ目はシャンブレーシャツで、2つ目は黒の綺麗めのロンティー、3つ目はセントジェームスのボーダー。この3つ、押さえておくとこれから夏の終わりのコーディネートも楽しめて、そのまま秋に入れる、秋には、メインのインナーとして活躍していく商品になりますので、ぜひですねこういうアイテムを持ってないという方はチェックしておいてほしいなと思います。おしゃれを楽しむ上で一番大事なポイントっていうのがやっぱり季節感なんですよね。季節感がずれちゃうとどんだけおしゃれな格好してても、全くおしゃれに見えないという、すごく季節感っていうキーワードが大事になってきますので、もう人の一歩先を行くと行き過ぎるんですけれども、半歩先ぐらいですね、4分の1歩ぐらいでもいいですけど、ちょっとだけ先を意識していくと、あの人おしゃれ、いつもおしゃれだよねっていう印象を与えれると思います。ただ、我慢は良くないので、我慢してまで厚い生地とかこう着心地の悪い素材だったりとかを、着るっていうことはしなくていいと思うので、まあ、自分に許容できる範囲内で、そういった季節の半歩4分の1歩先取りを、していくっていうのがポイントですね。で店頭にはこういった長袖を中心に続々と入荷していっておりますので、今回紹介したもの以外でもおすすめできるものたくさんございますので、ぜひインスタとかですねブログもチェックしていただきつつ、どんな商品があるのかっていうチェックをですねしておいてほしいなと思います。はい、それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がいいと思われたらぜひ高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。